樹木の幹に生えた多項菌の一種多項菌は多孔質で硬質な非常のキノコのグループである。傘の形状はイグチのものに似るが明瞭ながらを描く。両グループのキノコのより専門的な判別法としては多項菌は酸化面の胞子形成組織が連続的でなく観光上ということがある。多項菌の多くはブラケットフングスと呼ばれる棚型のキノコである。 このような多項菌と呼ばれるキノコは、短式門の工事分類の中で、様々な系統において、独立に進化、出現した多系統群である。多くの多項菌のキノコは、多項菌目に含まれるが、他のグループに属するものもある。多項菌はよく口気に見られる。多項菌自身は、腐敗に対する、ある程度の抵抗性を持っており、 しばしば均体に苔が生えるほどの長期にわたり残存する。多項菌科のキノコは繊維質で強靭な種が多いため食用となる種は限られる。多項菌をカレベルの集団として扱う場合、一般に30属ほどが含まれる。主なものを列挙する。多項菌はその性質から大半が食用には適さないが毒を持つ種は知られていない。 しかし、いくつかのキノコは長年にわたり、儀式的用途や実用目的で利用されてきた。有名なミイラのアイスマンも2種類の多抗菌を所持した状態で発見されている。教薬用として利用される多抗菌には、万年竹や瓦竹、カバの穴竹などがある。これらは、漢方としての伝統的な利用を超えて、免疫系の疾患や、 がんの治療にも有用であることが現代医療の研究から示唆されている。なお食用にできる種はマイタケ、マスタケ、キクラゲ程度しかない。アシグロタケは食用にならないが良いナシが出るのでしばしばキノコ狩りの対象になる。abpolipores-wildmanstevbril.com l ありがとうございます。